はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではバイオハザード7続きをやっていきましょう。また前回ね、逃げ帰ったところになりまして、で棺桶の謎なんですけど、まあ、一応コメントでヒントはもらったので、まあ多分大丈夫かなと。でサソリの鍵とかを手に入れたんですけど、なんかどっかあったよね。ちょっと地図を見て、あ、ここだ、ここホールに通じるところが、これサソリのマークだよね。なのでここで使うのと、あとアイテムをもう一回整理しましょう。あれ、なんで薬液ここにあるんだ。まあいいか。お宝の写真とかいるの、これ。見つけられるなら見つけてみな。これ使えるんだっけ。まあいいや、とりあえず置いとこう。キーピック、そういやここキーピックあったよね。でもな、なんかキーピックいろんなところにあったからな、ちょっとキーピックは取っておきましょう。で、これも置いとくでしょ。で、サソリの鍵は、まあ、すぐ使って、ハーブ。ハーブも中に2つあるからね、ハーブ1個持ってこう。ハーブ1個持ってって、拳銃の弾がね、全くないんだよね。ちょっともうどっちがどっちかわかんないけど、6個と10個。こっちが強いやつかな。すげえ不安が残るんだけど、この弾数。じゃあこっち、え、ちょっと待って、あ、ドアを閉めた音か。やっぱちょっとまだ体力減ってるね。いや、あ、待って、え、そっか、大丈夫か。このヘドロとかマジ怖いな。開けよう。ここでサソリの鍵でしょ。で、あいつが出てくるとか。ちょっと閉めとこう、ここは。閉められる。え、開けっぱになってんだけど。ちょ、怖いからまた戻ろう。で、サソリの鍵、一回預けちゃっていいかな。あそこ開けたから、サソリの鍵は一回預けて、ハーブは普通に使おう。で、体力を回復させて、よしよしよし。で、棺桶のところに行きましょう。まあ、とりあえず棺桶のところまでは普通に行って大丈夫だと思うけど、いやー、でね、こいつもね、一応ヘッドショットを当てれば2発で倒せるみたいなんですよ。怖え。ちょっと待って待って待って。で、閉めとこ閉めとこ閉めとこ。でね、この一番右のところにほら、こうやって名前が貼ってあるじゃないですか。で、一番右名前貼ってないから、なんだ関係ねえじゃんって思ったら、これをね、引き出すとね、あ、そう、名前が書いてあるみたい。なになに、ちょっと待って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 、ええ、待って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 、なんだ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 、あ、もう手のところは開いてあったから、あれか、作動したってことか。ちょ待って、なにこれ。え、ちょ、超やばいんだけど。ちょっとすげえ予想外。これ見てみると、多分、タマラって書いてあるのかな ?A が3つ。A が3つと、手だよ、手。これが開いたから、煙が来てんだけど、これやばいでしょ、絶対。やばいけど開けるしかねえな。開けて速攻で、ちょ、クイックターンの練習しよう。こうだよね、クイックターン。クイックターンをね、使って逃げよう。ちょ、待って。うわぁ!ぐわっ!ちょ、待って!これ、ちょ、え、ないこいつ。ナメクヘッドショット!ヘッドショット!おら!おら!こいつ強いか?ちょ、待って!弾がない、弾がない。これに切り替えて、うわ!待って。え?倒した?あ?どこ行った?こいつか?倒したか?ちょっとダメージ食らったな。いや、強いやつしかもうないぞ、弾が。解体室の鍵、解体室の鍵をゲットしたから、ちょっと待ってよ、弾がないな、本当に。この段数はまずいでしょう。解体室ってどこだよ。ああ、ボイラー室の奥か。ボイラー室の奥とかね、
だってさ、超いっぱい敵いたじゃん。これ無理じゃね？まあ、まずは、戻って、またセーブをしよう。もうすぐ戻る。何かあったら、安息の地で一回、もう一回ハーブを持ってこようかな。よし、じゃあちょっと休憩しましょう。じゃあ再開していきましょう。お前休憩早すぎだろっていう感じですけど、とりあえずセーブをしたんで、ちょっともう一回じゃあボイラー室行きますか。弾がね、7発しかないから、何匹出てきたっけ、結構たくさん出てきたよね。で、ただ強い弾が7発残ってるんで、これでなんとかしていくしかないよな。あ、そうだそうだ、ボイラー室でいいんだっけ、これボイラー室入ったところに確か拳銃の弾あったよね。あったけど、なるべく1体ずつ相手をしていこう。あれ、ここ拳銃の弾、あ、そうだよね、ハンドガンの弾があって、で、この先なんだよね。いた。これさ、何なんだよマジで。で、こっちとか、そうそうそう、そうだよそうだよ。いや、なるほどね、こうやってくんのね。おらおら、よし。うわー、来た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 、待って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 、よし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 。おお、びっくりした。ただ弾がもう3発と8発。どうする、これは取っておくか。いや強いね、やっぱり。でもこの弾で先に進んだところもなんかいたよね。ハーブ、ハーブどうする、使っちゃう、また一応取っとくか。開けて、ちょっと待って、うわっ、こっちかよ。こいつがね、わからないんだよ。ほら、しまった。あ、もうない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 、待って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 。え、これ、これまずくないか、これ本当にやばいよね。とりあえず、回復薬を使おう。で、回復薬使ったはいいけど、まだ全開してないか。いや、ハーブ使っちゃおう。で、もう、あっちか。弾がないもんだって。2発しかないってもうさ、どうしようもなくね？うわ、来た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 。ほら。ちょっと待って待って、これ積んだでしょ、積んだ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 。ちょ、待って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 。ナイフにして、あ、これ、ちょ待ってよ、マジで。どうすりゃいいんだ。あら、頭、あら、おら、ちょいちょい、おら、おら、いっていっていって、なんだよマジで。おら、弱すぎでしょこれ。しかもさ、血が出るとさ、視界が悪くなるからね。いってー、やられたー。前回のセーブデータからやり直します。これどっから？サソリの鍵について、サソリの鍵を使えばショットガンを手に入れることができるって書いてあるよ。マジで？モールデッドについて、ああ、アリツモールデッドか。で、競争団、ここってどこだ？まだあそこに入る前か。ちょうど休憩しようって言ったところだな。これ開けてみよっか。で、開けてみて、なんか変なアイテムだったら、ロードし直そう。で、弾だったら、このまま、持ってこう。なんで、キーピックを一回出して、これ開けて、キーピック。どうだ？
ハンドガンの弾12発か。いいね。どうする？ハンドガンの弾12発。まあ悪くないよね。いいよね、これで。だって今、このハンドガンの弾12発ないと、しのぎきれないから、とりあえず変えて、装填。よし、行こう。減ってるから、ハーブは確か手に入って、あれ？これどこ？解体室の鍵は持ってるよね。で、黄色くなってるな。どの状態だ、今。ハーブを一つ、ちょっと取り出すか。で、ハーブを一個使って、あんまり回復した感じはしないけど、預けとこう。さて、これでじゃあ、もう一回あそこへ潜るか。出てきたのが、こっちの奥とかなんかあんのかな？こっちの奥も探索してみる。いや、行ったは行ったんだけど、なんかさらに奥みたいなところがありましたよね。で、ここで、ただね、また襲われると、ちょっと嫌だからな。もう少し銃の弾とかないか、細かく探索しよう。いやー、またなんか音がするね。で、こっち側だよね、こっち側。狭いよ、マジで。え？お、ショットガンか。どっちかっていうとハンドガンが欲しいんだけどな。これ何？あ、精神刺激剤。これあれだよね。アイテムの位置が分かるっていう。これ、やっぱりあれか。なんか鍵が必要だね。死体保管室とか。なるほど、ちょっと。ショットガンの弾か。今、どっちかっていうと、やっぱりね、ハンドガンの弾が欲しいんだよな。サソリの鍵を使えば、ショットガンの入手することができるって、言ってたけど、どこだ？鍵がいろいろかかってたよね。2階とか。あそこら辺かな。で、まずここは、ハンドガンの弾を取るでしょ。で、取ったらなんかこっちから出てくるんだよね。まだ出てこないけど、リロードは大丈夫。あれ？で、こいつが出てきて、で、こいつはあっち行っちゃうから、ひとまず。そうそうそう、ここだな。うわぁ、うまくヘッドに。うわっ、もう近づいてきてんのか。なるほど。うわーって、なんかのけぞってるけど、あれだ、単に攻撃をしようとしてるんだ。そしてまた弾がなくなったな。で、ここで競争弾に変えて、ハーブ。これも使おう。ハーブ使って、あんまり回復してねえな。うわ、血が出てる。で、ここなんだよね。あ、しまった、しまった、しまった。弾がなくなった。これ、弾がなくなるとさ、マジ終わるんだけど。ガードとかマジ何なの？ほら、もうどうにもならんよこれ。倒した？倒したね。倒したけどさ、これないよりはマシって。いや、ないよりはそりゃマシだけどさ。いや、めっちゃ積んだなこれ。また出てくるっしょ。これどうにもならんよ。ほら、ガード。いって、3人いるのか。いや、これ無理だわ。いやー、弾が足りない。ショットガン探しに行く？
またこっからでしょ。で、このハンドガンの弾、取ってった方がいいかな。ちょっと、地図を見て、どこだったっけ？鍵がかかってるとこ。これ、加工場で、全然関係ないよね。2階なんだよね、2階。2階で、ああ、あったあったあった、これだ。祖母の資質。祖母の資質にあるんだ。え、違う違う違う。ショットガンは変な置物のところにあったんだ、この下のところに。あ、まあなんか代わりの重りがあるのか。でもさ、祖母のさ、資質ってさ、行くまでにさ、おっさんがいるからね。ちょっとなぁ。じゃあ、ショットガン探しの旅に行きましょう。まあその前に、アイテムボックスで、アイテムを整理しますか。薬液は置いていこう。で、解体室の鍵も多分いらないから置いて、キーピックも置くでしょ？牽制のコインね。まあ、ちょっといまいち効果が実感できないけど、まあ持つだけ持っておこう。外してさらにきつくなったら嫌だからね。で、サソリの鍵が必要なはず。お宝の写真とか、どうなの？まあいいか。多分ね、ショットガンって2マス使ってたじゃないですか。あそこの銅像のショットガン取った時。だからアイテム欄はね、なるべく開けておきたいんで。で、ハンドガンは7発か。きついな。で、絶対これね、ちょっとこっちクリアリングしていこう。おっさんがね、いるんだよ。だってさ、ここでさ、おっさん倒したじゃん。で、死体がないってことは絶対うろついてるよ。ちょっと待ってよ。うわあ、いた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 、来た。これさ、こっち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 。来る来る来る。ここ来ないと思うんだよね。いけねえよ。ん？いきなりドカーンとかさ。てかあいつもさ、アホだよね。この扉に入ってたのさ、丸見えだったっしょ。え、いる？焼けたくねえよ、これ。もういきなり無理だよ。ちょっと開ける？いなくなってる。で、いなくなってるけどさ、どこ行ったの？ん？音がする？なんだ？いやいたいたいた。あいつ帰ってったんだね。俺は年寄りなんだぞ。こんな年寄りにも勝てんのか？しょうがない。じゃあなー。来る？来やがった。あ、来ない。去ってった。何なのこいつ。頭悪くね？はい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 。俺はここだ。これさ、はめられ。うわー、来た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 、待って待って。やばい、調子乗りすぎた。ガッハッハッハッ。で、そして、いなくなった。もう意味がわからん。消えた。絶対またあの扉から出てくるよ。どうする？これ今のうちに2階へ突っ走るか。見つけ出して殺してやるぞ。あ、いるな。見つけ出して殺してやるぞって言ってるけどさ、さっき殴ってあいつどこ行ったんだ。おおーおーい。一瞬で2階に行ったな。てか2階行けねえじゃん、このままだと。え、これ無理だよ。ショットガン取りに行けねえよ。心配ない、俺はここだ。知ってるよ。あ、降りてきてんね。これ階段降りてくる、多分こっちから。あ、来た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 。こいつさ、索敵能力すごすぎだろ。ちょっとあんまりね、調子に乗りすぎるとまた来るから。これだけ見ると本当ただの頭のいかれた親父だな。いや、どうすりゃいいんだよ。ただ同じことの繰り返し。まあ確かに同じことの繰り返しだな、このままだと。まあここはとりあえず安全だっていうのが分かったから、2階なんだよね。2階のここの、ここだ。娯楽室の隣、祖母の資質。あ、そういえばメモであったよね。
なんか娯楽室の隣にショットガンがあるみたいな。で、上から出てくるか下から出てくるか。で、ここでさ、立ち往生しててもマジしょうがないよね。マジしょうがないんだけどさ、無理なものは無理なんだよ。多分ね、このどっちかからね、出てくるはずなんだよね、とか言いつつ、左からも来たら怖いから。多分やつね、索敵能力があると思うんだよね。自分がいる方向を目指して、多分ね、徐々にね、歩いてきてると思うんだよね。ランダムに動いてるわけじゃなくて。あれ、なんかあそこ、ハーブみたいなのが。わかるよ、これ。これハーブじゃない？もしかしたら。取りに行きたいけどな。いきなり、あの扉から出てきそうだからね。え？これ近づいたら絶対出てくるからな。おーら、パクれ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 。よし、ハーブ。こことか調べたっけ？ガンパウダー。よし、取ろう。帰ろう。よし、アイテムをゲットした。ガンパウダーゲットしたのはでかいな。いやー、巻いたか？行ってみる？上に。よし、ちょっと行ってみよう。絶対さ、これ扉開けた瞬間さ、ドワーッとか出てきそうだよね。こことかさ。どうだ？大丈夫か？大丈夫だね。よし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 、ここだ。サソリ、サソリ、これ。え？散弾銃か？お、これこれこれ。あ、これだ！ショットガン！よし、ゲット！あとは？手紙。マジか！見つかったか？扉閉めればよかった。どうする？とりあえずこっちゲットしよう。まだなんかいろいろ。あ、来た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 。これゲットして。ダメだ。あ、隠れよ。これで、これで。よくこう言うだろ。家族になれば死ぬまで一緒だとな。なんか独り言で喋ってるけど。見つけた。え、見つけた。おら、おら。ダメだ。ちょっと、たま、たま。おら。うわ。くそ、この野郎。うわ、ヘッドアット食らった。やばい。で、こいつの顔もやべえな。やばい。もう無理、もう無理。弾使い果たしてよ、結局。うわー、逃げろ逃げろ。弾がない、マジで。弾切れ、弾切れです。これちなみにさ、ここさ閉まるじゃん。そしたらどうなんだろう。追っかけてきてる？追っかけては来てない。とりあえずこれ取ろう。ゲットして、ふぅ、ひとまず安心だ。で、これでどれだっけ。アイテムギリギリだな。壊れたショットガン。これをやって、よし。とりあえずショットガンはゲットした。ただその代わり、弾がなくなった。普通のハンドガンの。で、詰め込もう、弾を。なんかもう少しね、探索したかったけどね。さすがに無理だ。弾のない状態で。で、ちょっとアイテムボックスを整理しよう。ハーブ。あ、そっか、ガンパウダー手に入れたから薬液が1個あるんだよね。どうする？ショットガンで切り抜けるか。ちょっとショットガンで切り抜ける。すげえ不安なんだけど、カーブ1回預けて、サソリの鍵もいらないっしょ。薬液とガンパウダーちょっと出そう、やっぱり。薬液とガンパウダーで、これは組み合わせるでしょ。キーピックどうしようかな。ここでもう弾取っちゃうか。悩みどころだね。まず、ガンパウダーと薬液、ハンドガンの弾10個。よし。で、ハンドガンに切り替えて、これで切り替えて、弾を詰め込もう。よし、OK。で、一応、こっちのショットガンにして、ショットガン取ったんでセーブをしよう。もうセーブだらけだな。
で、死んだってことはそういえば、ショットガンの弾とかって結局取れたんだっけ？ちょっとヒットポイント減ってるな。でもまあ今の俺は、ショットガンさえ持ってれば、敵などいない。こっちこっちこっち。こっちのさ、あれ？どこだっけ？そう、こっちこっちこっち。こっち側って結局アイテム取ってあるんだっけな。死んだじゃないですか。死んでどうなったかだよね。あ、取ってないや、やっぱり。これと、あとどれだっけ、これか。で、これは特にいけないから。よし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 。あとはこのショットガンがどれくらいの威力を発揮するか。4発か。一発必中だな。で、このまま、ボイラー室に行こう。とりあえずショットガンを持って。で、1匹ずつ確実に排除していくから、まずは、ここのハンドガンの弾を回収する。よし。で、よくよく考えれば、解体室の鍵持ってきてねえわ。帰ろう。どっちだっけな。ここら辺はね、多分ね、もうヘドロはね、出てこないと思うんだよね。とか言って出てきたら嫌だしな。で、どこだっけ？ここだっけ？あれ？あ、そうだそうだそうだ。どうしようかな。ヒットポイントがまた減ってるね。解体室の鍵、これを持って。だいぶアイテム圧迫されてんな。これどうする？一回預けとくか。これでマスとしては、ここも多分使えるよね。3マス空いて、解体室の鍵とか使えばもういらないと思うからね。よし！というところで、ショットガン手に入れましたので、まあ、次回はまた先へ進んでいきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。